得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは9番の川越。さあ西さん、なんとかこの辺りで同点にしておきたいですね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。変化球打った、破っていく、サードランナーがホームに帰っていきました。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは川越。さあ西さん、なんとかこの辺りで同点にしておきたいですね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。次が2球目、外の低め見極めます。ライトへ持っていった、ワンバウンドヒットになった、サードランナーホームイン。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは9番の川越。さあ西さん、なんとかこの辺りで同点にしておきたいですね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですよね、ここはぜひ。初球から打っていった、ワンバウンドヒットになった、サードランナーがホームに帰っていきました。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは川越。さあ西さん、なんとかこの辺りで同点にしておきたいですね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですよね、変化球打った、ファースト取った、そのまま入って一塁アウト。これで得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは9番の川越。さあ西さん、なんとかこの辺りで同点にしておきたいですね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですよね、いい当たり掴んで3アウト。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは川越。さあ西さん、なんとかこの辺りで同点にしておきたいですね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですよね、ここはセンターへ持っていった、ワンバウンドヒットになった、サードランナーホームイン。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは9番の川越。さあ西さん、なんとかこの辺りで同点にしておきたいですね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですよね、初球入った、ホームイン。